カメラの部屋。ソニー ZV-E10LW 開封&ちょっとマニアックな確認編。2021年9月、予約購入したソニー ZV-E10 が発売日に届いたので開封していきます。昨年7月に購入したソニー ZV-1 は動画撮影に活躍してくれていて、特に大きな不満点はありませんでした。が、新発売の ZV-E10 は E マウントのレンズ交換式で APS-C センサー搭載の Vlog カムということで、ちょっと気になっていました。そして、値段が思ったよりかなり安かった。結局のところ、これが購入の一番の決め手となりました。Vlog カムと銘打っているので、動画に主眼を置いたモデルということは理解していますが、天体撮影用のミラーレス一眼としても活用できるんじゃないかなと考えていました。天体撮影用途ならファインダーはいらないし、オートフォーカスやデフレ補正もいらない。そして手持ちの機材と比べても ZV-E10 は高感度、ローノイズ、高画素機です。とまあ購入しなければならない理由をつけて自分を納得させているだけなんですが、本体を取り出します。今回はZV-1 特別しやすいようにホワイトモデルを選択しました。レンズはすでに装着された状態で梱包されています。バッテリーと USB 充電器。それから Vlog カム特有のモフモフが標準装備です。モフモフは個人的にはグレーか黒が良かったんだけど、真っ白なやつがついてきました。ストラップは使用しないので箱に戻しておきます。バッテリーを装着します。USB Type-C ケーブルで充電を開始します。キットレンズを外してみます。リリースボタンが慣れない位置にあるので操作しにくいです。あと新品だからかマウント部の動きが結構硬かった。ここでレンズを外した際に使用するキャップが見当たりません。なんと付属物には含まれていないようなので別途購入が必要です。早速 Amazon で社外品の安いものを購入しておきました。ボディ側のキャップとレンズ後ろ側のキャップのセット品を選びました。キャップくらいは標準で付属してほしいですね。さてレンズを装着した重量は約 470g です。ZV-1 を比較のために測ってみると約 360g と 100g 以上軽い。しかもスモールリグを装着しているので重くなっています。取り外して測ってみると300g を切っています。この軽さは ZV-1 の武器なのに、スモールリグでかなり重くなってしまうのがちょっと残念です。余談ですが、YouTube のつかさ 3D チャンネルで ZV-1 用マウントを作成、紹介されていて、3D モデルも公開されているので、実際に 3D プリンターで印刷して利用させていただきました。約 303g でアルカスイシに装着できる状態になるのでおすすめです。
SD カードは 128GB を購入しました。カードを入れる方向が分かりにくくて、えらく手間取っています。そして、こちらが EF レンズ用マウントアダプタです。K&F コンセプトの上位バージョンである Pro 2を選びました。高級感のある見た目とオレンジのリングが気に入りました。重量は重めで約 118g もあります。電源投入前ですが、先にマウントアダプタ装着を試してみます。キャップがないので、レンズ置き場に困ってしまいますね。ボディ側の指標がちょっとわかりづらいです。マウントの噛み合いはかなりきつめにできていて、簡単には回りませんでした。これなら重いレンズをつけてもかなり耐えてくれると思います。手持ちの EF レンズを引っ張り出して、後で全て装着してみます。ここで、ようやく電源投入の儀です。が、液晶を開いて回転させようとしたら、USB ケーブルと干渉します。給電しながら、バリアングルで使いたい人は、ケーブルが超邪魔です。ZV-1 は、反対側に端子が集まっていたので、そんな問題はなかったのですが、 Vlog カムを銘打っているのにまさかの仕様ですね。電源投入して、最初にカレンダーと時計の設定から、真っ暗ですが、レンズキャップを外していませんでした。初期状態は、動画のお任せモードで動いているようです。パワーズームを動作させると、まさにハンディカム的な感じがします。さて、ZV-1 の時に購入したシューティンググリップがあるので、試してみます。手持ち撮影とか自撮りはしないので、このグリップは実はほとんど使用していません。買わなくてもよかったかなとちょっと後悔していました。使えるカメラが増えれば、もしかすると使用する機会も出てくるかもしれないので、試しておきます。Bluetooth をオンにして、ペアリングを行います。グリップのシャッターとズームボタンを、同時押しで7秒くらい保持すると、ペアリングが行われます。ZV-1 に戻すときは、またペアリングをやり直さないとダメみたいで、ちょっと面倒です。ペアリングのやり方を、すぐに忘れてしまいそうです。
さて、純正キットレンズよりも先にマウントアダプタの方から使ってみます。とりあえず、トキナ ATX107EX フィッシュアイを装着してみます。レンズ側もかなりきつめで、しっかりと接合される感触です。マウントアダプタに電子接点はついていないので、マニュアル操作のみ可能です。絞りも変更できないので、開放のみでの使用となります。APS-C 用の対角魚眼レンズなので、この位置からでも画面がすべて収まります。電子音をオンにして試すと、カウントダウンの感覚が微妙に揺らいで気持ち悪いです。理由はよくわかりませんが、できれば安定したリズムを刻んでほしいところです。次はピーキングの設定です。よく使いそうなのでファンクションに割り当てておきました。ピーキングの色とオンオフをそれぞれ登録しました。マニュアルフォーカスしか使えないので、フォーカスの判断材料として必須機能です。ちなみに、キットレンズの方で使用する場合も、オートフォーカスとマニュアルフォーカスを併用する場合でも、ピーキングは参考になります。次は EF100-400mmLレンズを試します。こちらも電子接点が使えないので、レンズ内テフレ補正や絞りなどは使えませんが、天体撮影用途ならほぼ問題ありません。ファインダーなしの手持ち撮影は難しいですね。しかも老眼の自分には近くのものに焦点が合わないので、液晶モニターだと素早く確認できないのが辛いです。視度調整付きファインダーのありがたさがよくわかります。再び登場、最も広角が使えるトキナ ATX107EX フィッシュアイです。
ライブビューの拡大表示を併用してフォーカスを追い込んでいきます。ビーキング表示があるとやはり合わせやすいです。次は EF50mm、 安価な単焦点レンズですが F1.8 と明るいのが特徴です。 APS-C だと標準よりやや中望遠寄りな画角になります。絞り解放のみで被写界深度も浅く、フォーカスリングが軽く動いてしまうので、マニュアルでのフォーカス合わせはなかなかシビアです。次はタムロンの 90mm マクロ。フルサイズ対応の F2.8 なので、価格の割に性能が良いレンズです。
次は EFS レンズ 1785mm です。APS-C 専用レンズですが、同じ APS-C サイズで使用するので、光学的に無理なく使用できます。レンズ内テフレ補正は機能せず、絞り解放のマニュアルフォーカスで使う必要があるので、この焦点距離と明るさなら、キットレンズを使った方が、機動性が高い感じです。次はタムロンの高倍率ズーム18-300 です。安価な古いレンズですが、フルサイズ対応で光学的には余裕を持って使用できます。もともとレンズ駆動モーター音がうるさいのですが、マニュアルフォーカスなら関係ありません。タムロンからミラーレス APS-C 専用の18-300が発売したてですが、その先祖にあたるレンズです。一番最初に買った交換レンズなので、何気に愛着があります。のレンズで重量測定です。最も軽量な EF50mm を装着して約 622g。 マウントアダプタが結構重いので
総重量はかなり重くなってしまいます。最も広角が取れる ATX107DX 装着だと約 826g、 90mm マクロ装着だと約 888g といった感じです。ちなみに EOS50D のボディ単体で約 840g です。 EOS7D 回だと少し重くなって約 917g、 EOS40D 回は EOS50D と同じで約 840g です。まあ当然ですが、比べると重たいですね。次はマニアックなレンズを試します。ケンコーのミラーレンズ 500mm マニュアルフォーカスで、接続は T マウントというほぼ望遠鏡仕様です。レンズ単体で約 855g あります。専用の2倍テレコンバータを加えると約 938g。 実は車外の金属製レンズフードを装着しているので、外すと約 698g です。レンズフードだけで約 165g あります。Tマウントアダプタを取り外してテレコンバータを装着します。これで焦点距離が2倍の 1000mm となります。ちょっと不格好ですが、そして手持ち撮影で焦点距離 1000mm はちょっと無理です。テレコンバータを外して 500mm に戻し、三脚に取り付けます。被写界深度がめちゃくちゃ浅いので、フォーカス合わせは非常にシビアです。ちなみにテレコンバータなしで総重量約 1319g になります。最後はさらにマニアックに望遠鏡を試します。 EF マウント用の T マウントアダプタが使用できるので、基本的にはどの望遠鏡とも接続が可能ですが、
接続部の形状や焦点を結ぶ位置が望遠鏡ごとに異なるので、いろいろなアダプタ類を介さないといけないのがややこしいところです。ビクセンのバローレンズのレンズ部分をばらして単なる接続アダプターとして使用してみたり、あるいは 42mm 系の延長アダプタを使って接続してみたり、手持ちのパーツを組み合わせてベストな接続方法を探る必要があるので、それを楽しめない人にはちょっと辛いかもしれません。で、実際に暗所での撮影を試してみました。マウント部でたわんでいるのか、光軸が微妙にずれているようです。カメラを下から支えると綺麗なリング状になります。このあたりうまく補強してあげないとダメかもしれません。フォーカスを合わせていくと、リングの軸ずれは目立たなくなります。ISO 感度を上限近くまで上げて、シャッタースピードを調整します。ライブビューでは、かなりノイズが目立ってきますが、暗いところも映し出してくれるので、フォーカスを合わせるのに役立ちます。EOSだと真っ黒で何も映らない状況ですが、これならなんとか使えます。撮影された写真を見ると、高感度撮影の割にかなり滑らかに写っているように感じます。軽量な MAK80 ですが、この装備で約 1859g になります。AZGTI での運用が十分可能な重量だと思います。ということで、机上ですが装着してみます。問題はバランスが取れるかですが、ちょっとリアヘビーで厳しい感じです。ギリギリまで前に寄せてもバランスしないので、前側に重りをつけるか、長いベースプレートを用意するなど対策が必要そうです。
続く。